大学卒業してプロになったばっかの時に思い描いてた30歳とは、まあ、思ったよりは若かったなっていうイメージはあります、まあ、とはいえでもこう30歳になって体の変化であったりとかっていうのはすごく細かく出てきているので、まあ、そこのこう今後30歳過ぎてからうまく付き合っていかないと長いキャリアを積むことは難しいのかなっていうのは日々感じていますね。30歳超えていくとやっぱりこう強化というよりもコンディションを整えることが多かった選手、そっちの方が多い選手が多かったので、まあ、そこはもちろんやってて疲労感をすごい感じますし、リカバリーも 大切だなっていうのを感じますけど、まあ、そこに負けずに、強化していくってことは続けてやっていきたいと思います。30過ぎても33、35になっても20歳前後の若い子にスピードで負けてないなってやっぱり思われるようなプレイヤーになりたいですね。やっぱり可変しながら、ポジションを取る中で、まあ、自分がウイングのポジションからスタートして、インサイドでボランチのようなところでプレーしたりインテリオのようなところでプレーしたりっていうことはあったので、それは僕にとってはこれまでのサッカー人生で経験することではなかったので、まあ、すごく新鮮なものでした。やっぱりこう常にラインを背負ってプレーしている選手でしたけど、中に入ってこう人と人をつながってこう連携して中を崩していくっていうのは僕にとって初めてだったので、まあ、すごく楽しかったですし、まあ、大きく成長した部分なのかなと思います。まあ、そういった中に自分のストロングのこのフィジカル的な部分をもっと出していければすごくいいなと思いますし、自分のフィジカルだけで局面を打開できるシーンっていうのはやっぱり J1 になればなるほど少なくなってくるので、そういった部分で自分の長所を立つためにもそういった連携面をもっと深めていかなければいけないのかなと思います。自分のストロングのところを目を背けることなくいつまでも向上できるようにやっていきたいなと思ってますし、それこそどんどん年を重ねていってスピード落ちたなって言われたら僕も終わりだと思ってるので、その限界を常に突破しながらやっていければいいかなと思います。